アルツハイマー初期と診断された父が戦争と軍隊による暴力の惨禍を伝え、死者を悼み平和のための集いをすると目を輝かせて語った。好きなことを熱中することは病気の進行を妨げるし、少なくとも遅らせることはできる。しかもそれが平和のためになるならばさらに素晴らしいことである。思えば父は物心ついた頃から平和のための市民活動に時折加わってきた。ベトナム反戦運動、安保闘争、王子野戦病院、焼き物師を始めてからは南京事件の犠牲者を一人一人土に刻むという長大な作品を作り上げ、自らのギャラリーに展示した。戦争当時広告少年だった父は数年早く生まれていれば、自らの手でアジアの人を殺したかもしれないという、そんな自分に日本人として落とし前をつけたいという切実な思いで作った作品だろう。
けれど戦争という暴力に抗い、良いこと正しいことをずっとしてきた父が老いてなおまたしても良いこと正しいことをするのかと思うと、私は即座に父親が私に対してしたささやかな悪いことを思い出してしまうので、いささか苦々しい気持ちもするのだ。それでも幼い頃父と星を見に行ったのは美しい記憶である。父は常に不眠症に悩まされていた。電気の光光とついた今やテレビのうるさい、そんな中ではすやすやとうららかなうたた寝を楽しむことができるのだが、真っ暗ないざ就寝という時になるとさっぱり眠れないのである。その夜は私の方が先に目を覚ました。目を覚ますとみんな家族は眠っていて、蝋人形のように土毛色の顔で天井を向いてぽっかり口を開けてかすかに息をしている。眼鏡を取った母は2倍も3倍も痩せて見えて、あまりにも頼りない。すると父親が右四つして寝返りを打ち、読書灯に火をつけた。父と私の目があった。それで星を見ることになったのだ。父の小さな乗用車で出かけた。最初に真っ黒い川を渡る。人工河川だが川幅はかなりある。河原には人の背丈ほども雑草が生い茂り、そこに巨大な豚の死骸が捨て置かれていたこともあった。川もつながれた心中死体が流れてきたこともあった。橋は昼間でも人も車もまばらで、何度も痴漢に追いかけられた。その橋を父と車で渡った。妻を亡くしたばかりの小児科医院の小さな家の前を通り過ぎ、土ぼこりの舞い立つ中をずいぶん走った。暗渠の中に豚の獣の香りが
立ち込めてきて、養豚場が多く住む地域に差し掛かった。父のクリーニング店に向かっているんだと思った。獣の匂いが闇に乗って優しい。しかしボロボロの崩れかけたポテトチップス製造工場の前で左折。それから知らない道をずいぶん走った。堅固な石造りの荒川土手に出た。父がゆっくり車を走らせているのは星を見る場所を探しているためだろう。ブランコが一つしかない児童公園、その片隅で一人の若者を数人の若者が取り囲み、金属バットで制裁を加えている。父は高速で走り過ぎた。明かりのまばゆい橋を渡る。今のはな、やられてるやつもやってるやつもいつも一緒に同じ悪いことをしてるやつらなんだから、ほっとけばいいんだよ。独り言のように父が囁いた。それから凸凹の畑道を走った。車が進むたび私の体は上空に放り上げられ、天井に頭がぶつかった。結局元来た道をまた U ターンして帰る。家のすぐ前の土手、真っ暗な川、そこに星を見ることになった。夏草の上に父親と二人で寝そべった。もうその頃には空はほとんど雲で覆われていて、星は見えない。けれど、夏草の感触と、ドブ臭い川から来るそよ風が、妙に心地よい。こんなとこで二人で寝てると、追いはぎに殴り殺されるかもしれんな。父親が立ち上がった。家に帰ると祖母も祖父も母も妹もまだ眠りのただ中で、父と私のささやかな夜の散歩を知っている者は誰もいない。私は妙にウキウキワクワクした気持ちで眠りについた。父の平和の集いのその日、私は父のギャラリーの入り口の少し離れた草むらに小さな泥人形を置いてきた。傷だらけの少女をかたどった泥人形である。来訪者も父も
泥人形の存在は知らない。少女の平和の集いのことは知らない。傷だらけで泣き顔の少女であるが、夜が来て来訪者が一人去り二人去り、誰もいなくなって、星のない真っ暗な空が降りてくると、少女はかすかに微笑むだろう。Thank you.